こんにちは、ポーザーズチャンネルです。こんにちは。今日はね、ストレートのハウトゥー第2回、姿勢と板の踏み方とポジション、まあ、姿勢ポジション一緒なんですけど、まあ、基本的な踏み方とポジショニングですね、ここはレイラ君に実演してもらいたいと思います。はい、頑張ります。はい、じゃあ室内に移動してきました。ここからは、レイラ君にさっき実演してもらったやつを、詳しく解説していきたいと思います。まあ、前回から、一番最初の0回の解説の時から、ポジションと姿勢、板の踏み方って言っちゃってたんですけど、これごめんなさい、ポジションと姿勢も一緒です。まず姿勢の取り方を、解説していきたいと思います。先ほどレイラ君に実演してもらったんですけど、まず気をつけから始めてください。気をつけ、もう両足均等、クエストとか、山でもそうなんですけど、こう低く体勢をこう構えすぎちゃう方っていうのが多くてですね、あんまり低く構えすぎていると、要はこうちっちゃいところから飛ぼうとするんで、こう動作がものすごくこう多くなっちゃって、バランスを崩しやすい。この先スピンっていうものにつながっていくんですけど、そういう時はやっぱりその低い体勢からスピンしようとすると動作が大きくなっちゃうんで、まずこのストレートの段階からもうちょっと高めの設定で滑ってもらうようにしてもらいたいと思います。で、両足均等に揃えて、膝を曲げる。で、あと気をつけなきゃいけないのはレイラ君の癖なんですけど、顔が少し内側に入っちゃうというか、正面を捉えきれないのが結構そのレイラ君の癖で、みんなもそうなんですか？まあ、結構多いですね。みんなこういう方多いです、ね。まあ前の目線と、顔の向きの話したんですけど、この辺の顔の向きでも実際こう見れてるんで、レイラ君も実際、これぐらいかな、こんな感じだけど、ここまでしっかり見るようにしてください。ここでクイッて修正するとこんな感じになります。はい、で今のが完璧な基本姿勢になります。はい、続いて、板の踏み方は両膝を均等に、膝から下で足裏全体に体重を乗せるイメージ。ちょんちょんちょん、体重計の上に乗って、同じような高さで体重を増やそうとすると、ちょんちょんってやると針がこうやって増えますよ、ポンポンポンっつって。そんなイメージで、もうこれぐらいでいいです。これぐらいこんなほとんど動いてないです。これをつま先とかかかとじゃなくて、この真ん中、ややかかと気味にこうクッてやると、体重が乗って板が踏める状態ができます。よくあるのが、本当に踏むっていうとこう頭を振ってこう一生懸命こいじゃったりとかしちゃうと思うんですけど、これをやっちゃうとバランスがすごいこうずれちゃって、逆にそのスピードロスにつながったりしちゃうんで、あとそのまんまジャンプ台に入っていくと、その姿勢が崩れて大変危険なことになっちゃうので、こういった板の踏み方をして、ちゃんと板に乗れてる状態っていうのはこういう風に作っていってもらえるといいと思います。今カメラマンといつも編集してくれてる直樹くんから質問があったんですけど、踏むっていうとそのままずっと踏んでるイメージがあるんですけど、そういう感じですかっていう質問だったんですけど、ずっと踏んでる状態を作っとくと体が硬直しちゃうんですよ。踏むって言うとグーッと踏んどくと、踏む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 って言って筋肉硬直しちゃうんで、踏む踏む入れる抜く入れる抜くで適度にその力も抜いて入れてっていうのを繰り返した上で、こうやった上でこう踏んだ状態ができるかなっていうと思います。で、実際埼玉クエストのミニなんですけど、1、2、そしてここ一番大事なところ、
リップに入ったところの G が書かれてまでもう同じように踏んじゃいます。で踏んじゃって踏んじゃって最後パンと合わせる。こっち行ったりあっち行ったりまくれたりっていうのはここしっかりこう踏んでると安定して上がっていくんで、より安全に確率よく飛べていくかなっていうところです。はい、横から撮ってもらった映像なんですけど、しっかり、まあ、前回のおさらいでいくとしっかり目線真ん中見る、次過ぎる頃にリップを見る、飛ぶ、その時しっかり顔は前を向いている、着地も見ている。でここでいくと踏むは、はい、ここで1、2、これ実際の実演を見ると本当にこうバレない程度ぐらい、ほんのちょっとしか入れてないんじゃないかっていう感じに見えるんですけども、これで十分です。無駄な動きが一切ないんで完璧なポジション。1回、2回、3回踏む、ポン。ちなみに最後だけ踏むっていうのはなし？ありです。そのまま滑っていって最後だけ入れちゃえば結局はありです。ただなんでここの段階で手前でやってもらうかって言いますと、ちゃんとした姿勢でないとこの踏んだ時の一発目でずれちゃうんです。それの確認、確認で最後もう一回こう入れて完璧に合わせる、そういった意味で手前で入れる方がより分かりやすいかな。じゃあまとめますと、今回まず姿勢、姿勢は気をつけから始める、膝をちょっと曲げる、で顔は必ず正面を向ける、で踏み方は膝から下で、膝から下でグッグッグッと押す。まあ、以上そんな感じですね。はい、ここだけはしっかり注意して取り組んでみてください。質問等あったらコメント欄に遠慮なく質問をお寄せください。可能な限り答えていきたいと思います。次回はストレートにおける手の位置となります。手はどこにあるべきかっていうところを解説していきますので、よろしくお願いします。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。